下妻市、半外茨城県道233号三能、下妻線は、茨城県結城市大和三号から、下妻市に至る、一般県道である。結城市三号を通る茨城県道23号、畜生三和線の三能交差点より分岐して、南下して木の川に架か,かる釧路橋を渡り、 下妻市若柳の茨城県道357号、柳畜生線に接続する県道路線。下妻市内の県道の南側に並行して、バイパス道路の整備が進められている。1971年11月29日、新たな一般県道として、有機市大技三王を起点とし、下妻市の終点まで至る区間を茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号変更により現在の整理番号233となり、現在に至る。下妻市半外から同市南原を経て、下妻市日向窓で国道294号上層バイパスに接続するバイパス道路を整備中である。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 廃止された、県道内野山、海谷有機線の高崎三王間を除いた、残存区間は、県道高崎岩井線となっている。一部の不要地が処分され、延長544.24メートルは、下妻市へ移管された。この区間は、茨城県道15号欠場下妻線と重複。ありがとうございます。